アロハオリオリの周作です。本日はですね、去年改装が完了したアウトリガーリーフに来ております。今日はですね、あの PR のひとみさんがご案内していただけるということで、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。今日本当に綺麗になりましたよね。そうなんです。あの前回リニューアルも終えたばかりで、はい、今まで、まあ、コロナの前にいらしてたお客様たちがまだ目にしてないこの館内を今日はご案内したいと思いますので、嬉しいです。すごい楽しみです。はい、はい、ぜひ。じゃあ今日はよろしくお願いします。はい、行きましょう。オリオリ。はい、ひとみさん、いきなりなんですけど、個人的に結構嬉しかったのは、はい、このスターバックスの復活ですね。そうですね、はい、こちらですね、実はあの広さが2倍になってリニューアルオープンしたばっかりなんですよね。はい、はい、でしかも結構白がベースになって明るくなったイメージがある。そうですね、うん、はい、なのですごくここにスターバックスがあるっていうのは、うん、でも重宝ですよね、お客様にとっても、はい、私たちにとっても。明日の朝から来ますまたお願いしますじゃあ行きましょう。行きましょうか。はい、はい、ひとみさん、こう歩いてる中でちょっと気づいたんですけど、これエコモマイとかね、プレートみたいなのが埋め込んでますね。はい、そうなんです、はい、全部で海の方に向かって33のプレートがあるんですけれども、はい、それぞれに意味のあるハワイ語がここにあるんですが、はい、まあ、一番初めはウェルカム、はい、エコモマイですね。ですよね。でその先どんどんいろんなところにその場所にまつわる言葉が入っています。なるほど、それは楽しみですね、はいはい、あ、この辺りからまたカニカピラ、はい、プレイミュージックって、はい、これレストランの名前ですよね。そうなんです。こちらのレストランですね、すごく特徴がありまして、はい、ナホクハノハノアワードという、うん、ハワイのグラミーみたいな、ね、はい、そうなんですよ、ハワイミュージックの、ね、このナホクハノハノアワードを受賞している、はい、いろんなアーティストたちが、ここで毎晩違った顔ぶれでライブ演奏してるんです。ここね、生演奏のイメージがありますよ、やっぱり。そうなんですよ。じゃあ素敵な演奏を聴きながら、はい、素敵な料理を、はい、ですよね。でまたカクテルとかね、はい、ハワイ産のビールとか飲みながら、うん、あるんですね、ここで音楽を楽しみながらということで。あ、ありました、いいですね、はい、はいじゃあひとみさん、今日一発目のお部屋ということで、はい、はい、こちら、パシフィックタワーオーシャンビューというお部屋を、はい、ですね、1245ですね、はい、オーシャンビューとおっしゃいましたよね。オーシャンビューです、はい、はい、まず入ってですね、右手にバスルームがあります、はい、でこちらが、洗面台で、はい、こちらはですねキングサイズベッド1台、まあ、ダブルタイプのお部屋になりますので、シャワーになりますけれども、ね、可動式の、はいはい、バスルームになります、はい、こちらがこちらのね、はい、はい、何の形に見えますでしょうか。これはもちろんパドルでしょう。パドルですね、ですよね、はい、アウトリガーですもんね。アウトリガーカヌーのこういうね、はい、パドルの形をしています、うん、はい、はい、そしてこちらがお部屋なんですが、はい、インテリアは、まあ、どのカテゴリーのお部屋でも同じです。同じなんですね、はい、はい、で、モダンハワイアンの、お部屋に、インテリアにミッドセンチュリーを、プラスした、そういうインテリアになってまして、はいはい、で今回 の、 そのホテルのリニューアルのテーマである、はい、ゴヤージ、航海と海、うん、それを象徴するそのホクレア号を先ほどお話しましたけれども、はい、この絵が必ずどのお部屋にも飾られています。飾られてるんですね、はい、すごい、なんかこうあれですね、白が結構目に入るっていうか、はい、そういう感じですよね。そうですね、すごく清潔感のある、はい、でも居心地がすごくほっとしますね、いい、そうなんですよ、なんか自分のお部屋にいるみたいな、うん、そういう感じのすごく居住性というか、はい、なんか本当に居心地がいいと皆さんおっしゃっていますね、うん、そうですね、はい、しかもやっぱ広いですよね、そうですね、お部屋がね、はい、ここになんかこうベンチシートがあったりとか、はい、ね、ベッドがあって、
で、それそして、はい、まあ、どの辺にもありますのが、あの Bluetooth をつなげて音楽を聴けるそのアラーム時計ですね。これ結構大事ですよね、はい、大事です、旅行中のね、はい、どのお部屋にもついているのが、はい、こちらの、ウォーターボトルになりますね。なるほど。アウトリガーでは SDGs の、うん、まあ、あの取り組みとして、はい、全社挙げてそのサンゴ礁を保護する、うん、プロジェクトをやってるんですね。で、なるべくそのペットボトルなどは買わずに、うん、こちらをお使いいただいて、はい、あのウォーターサーバーが、はい、ありますので、はい、ロビーですとか、あとは各階に製氷機がありまして、そちらにもあのちゃんとフィルターを通したお水が、ろ過されたお水が出るようになってますので、各フロアにあるんですね、はい、あ、嬉しいな、なので、はい、あの各階の製氷機もしくは、はい、あのロビーなどにあるウォーターサーバーでお水をこちら汲んでいただいて、はい、皆様ご活用いただいてますね。お泊まりのお客様はこれ持ってあのお出かけになるとか、ね、これ持ってね、オプショナルツアーとか行く時もいいですよね、はい、そうですね、うん、ちょっとダイヤモンドヘッドにね登る時とか、はいはいはい、ね、マヌアホールに行く時とか、はい、いいかなと思います、うん、そしてコーヒーメーカーももちろんございまして、はい、これは1杯抽出型 の、はい、あのものになりますね。で、こちらに毎日補充されるようになっておりますので、粉コーヒーなどおた、あの粉ブレンドでしたよね。そうですね、粉ブレンドのコーヒーなど、はいはい、これね嬉しいですね、はい、朝から粉コーヒー飲めちゃう。そうですね、うん、はい、そして冷蔵庫はこちらにございます、はい、中身はあの入っておりませんので、ご自由にお好きなようにお使いください。はい、はい、じゃあここでビールをキンキンに冷やして、このラナイってことですよね。そうです。もうね、はい、お風が気持ちいい。そしてこの海ですよ。そうですね、オーシャンビュー、はい、でしかも下にはプールなんか見えてますけどね。そうですね、はい、なのでこう、うん、外をね見ながら、あちらにはあの山も見えますし、うんうん、ワイキキの街並みで海を眺めながら、はい、キンキンに冷えたビールをこのラナイで飲んだみたいな、はいはい、幸せですねこれね。これ気持ちいい。バケーションですよね。ですよね、はい、じゃあひとみさん、続いてのお部屋はどんなお部屋なんでしょうか。はい、こちらは、はい、ベッドが3台あるトリプルルーム。なるほど、はい、なります。どうぞ。はい、ありがとうございます、はい、失礼します。おお、広いな。トリプル。そうです、トリプルです、はい、このトリプルってね、まあ、当然ながらベッドが3つなんですけど、部屋広い、はい、そうなんですよ、この正規のきちんとした、はい、エクストラベッドじゃないですよ、はい、きちんとした、ダブルサイズのベッドが3台あります。すごい。それプラスここに十分もスーツケースを広げられるこの広さ、スーツケース10個ぐらい広げられるんですかこれ。ちょっと言い過ぎですか。そうですね、そうなんですよ、はい、なので、こちらで最大で5名様まで5名までお泊まりいただけます、はい、で追加料金がないんですよ。5名まで、はい、おお、それはすごい。そうなんです、はい、なのでということは、例えばここに2人1人みたいな、お父さん1人で寝てる。そうですね、はい、はい、おお、それはすごいですね。そうなので、まあ、ご家族ですとか、はい、あとは女子旅なんかにもすごく最適なお部屋だと思うんですよ。喧嘩しなくていいじゃないですか。いいですね、誰があのエクストラベッドに寝るかとか。確かに、ありますよね、はい、全部ね普通のベッドですもんね。そうなんです。いや、この広さはすごい、はい、はい、じゃあちょっとこの水回りなんかもちょっと見てみましょうかね、はい、あ、ここも広いな。はい、こちらが、はい、あの、まあ、流しというか、はい、はい、洗面台ですね。女性なんかね、こう化粧品なんかたくさん置けるスペースもありますよね。はい、はい、で、もちろんこういう拡大鏡もね、あります。メイクに嬉しい拡大鏡があり、はい、でバスルームも、はい、こちらは、タブがついていて、はい、可動式のシャワーになってます、うん、可動式のシャワーね、はい、これ大事ですよね、ハンドシャワーね。そうですね、うん、いや、すごくいいです。バスタブがあるのもやっぱ嬉しいですよね。そうですね、はい、あの、まあ、バケーション中お使いにならない方もいらっしゃるとは思うんですけれども、うんうん、ちょっとね、 あるとないのとでは、うん、気分的にも違うかもしれませんね。そうですね、はい、はい、でこちらが、クローゼット。クローゼット、はい、はい、あ、ちゃんとセーフティーボックスがあり、はい、はいはい、あります。でこういうあの、はい、あれですね、洋服なんかもできる、アイロン台などもありますし、はい、ここには収納もありますね、うん、ちゃんと基本は抑えてますって言ってますね。はい、そうです、はい、
ありがとうございます、はい、本当にこう家族とかね、さっきおっしゃってましたけど、女子旅なんかにも本当にいいですよね。そうですね、3人で泊まってたって悪さんできるわけですよ、ね、うん、おすすめです。いいと思います。はい、じゃあひとみさん、続いてのお部屋は、はい、はい、こちらオーシャンタワー、オーシャンビューのお部屋になります。オーシャンビュー楽しみです、はい、どうぞ。失礼します。おー、これはちょっとラナイに行ってみます。いや、このビューですよ、はい、まさにオーシャンビューじゃないですか。しかもダイヤモンドヘッドまでバーンと見えてますね。そうなんですよ、これぞワイキキっていう感じのですよね、はい、いや素晴らしいビューです。なんかこう、いや、なんか言葉を失っちゃう感じそうです、圧倒されますね、やっぱり圧倒されますよね、はい、いや、なんかこうハワイ、ワイキキに泊まってるなっていう感じがすごいします、うん、そうです ね、 ね、でしかもね、この聞こえますかね、潮騒、波の音がね、絶えず聞こえてるんですよ、うん、気持ちいいですね。気持ちいいですね。気持ちいいですね。だんだんとこう海に近づいてる感じがしますよね。確かにしますね、はい、オーシャンタワーだけにね、そうですね、本当近い感じがします。はい、はい、じゃあひとみさん、もうね、オーシャンビューのお部屋であのダイヤモンドヘッドバーンっていうので、はい、結構私お腹いっぱいになってきたんですけど。あ、本当ですか？まだあるんですか？まだありますよ。まだあるんですね。じゃあちょっと行ってみましょうか。はい、はい、それではこちらですね、オーシャンフロントのお部屋になりますので、はい、オーシャンフロントですね、はい、どうぞ。はい、いやー、すごい、いや、まさに海バーンですよね。水平線がこれ、ベッドに寝転がりながらでも見えちゃうみたいな感じです。そうですね、はい、ここはもうオーシャンフロントですので、もう180度、はい、海です、目の前が。海ですよね、はい、真下すごいですよね。ビーチですよね。これちょっと私あんまり、あんまりとかないんじゃないですか、これ。ないと思います、ね、正直ワイキキの、ね、このラインの中でこの真下が砂浜っていうのは、うん、はい、おそらくここぐらいじゃないかなと思うんですよ ね、 すよね、ホテルとしては。すごい、だってもうこの香り、はい、海の香りが上がってくるし、この波の音がね、最高じゃないですか。迫力ありますよね。ありますよね、うん、やっぱりちょっとね、まあ、他のホテルさんの話するのもあれなんですが、他のホテルさんどうしてもその、まあ、プールが間に入ったりとか、はい、まあ、通路があったりとかしてね、はい、するんですけど、こちらはもう完全ビーチの真上に立ってるって感じですね。そうなんですよ、すごい、なんか一番ビーチに、うん、あの近い、近いオーシャンフロントと言えると思いますね。ですね、いや、これはすごい絶景ですね、うん、はい、はい、でひとみさん、あの、はい、こちらのお部屋なんですけど、なんか結構広いですよね、ここね。そうですね、オーシャンフロントのお部屋は、あの少し広めになってますね、うん、広めになってます、明らかに広いです、はいはい、でタイプとしては、はい、あのツインタイプと、うん、あとダブルタイプのお部屋がありまして、まあ、ツインタイプのお部屋はどのお部屋も、あの先ほどの違うカテゴリーもそうですけれども、クイーンサイズの、あのベッドが2台ありますので、はい、もう大人の方でもお二人十分に、うん、寝れますね、寝れるようなサイズの本当に大きい、大きいですね、それの2台がツイン、はい、私とか体大きいんでね、なんかやっぱベッドが大きい方が嬉しいんですよね。いいですよね、そう、はい、もう慣れちゃってますもんね、アメリカサイズに ね、 ね、私たちはもう、はい、はい、そうですね。じゃあベッドも大きいし、はい、部屋も広いしっていうのね、はい、すごいいいですね、はいはい、すごくあの快適にお過ごしいただけます、うん、はい、いや本当ね、なんかもうあれでしたね、あのこの改装されて本当綺麗になったのもあるんですけれど、はい、やっぱもう何よりこう元々持ってたロケーションの良さだったりっていうのもね、非常に感じるところなんですけれど、ありがとうございます、はい、あのこれで私は満腹なんですけど、まだ何かあると、はい、ありますか、はい、もう一部屋お見せしてもよろしいですか。もう一部屋あるんですね、はい、隠し玉が、はい、じゃあ行きましょうか、はい、はい、こちらです、はい、お願いします。じゃあひとみさん、今日最後のお部屋ということで、はいはい、こちらはどんなお部屋なんでしょうか。こちらはワンベッドルームのオーシャンフロントスイートになります。オーシャンフロントスイート、はい、はい、すごそうです、行ってみましょう、はい、じゃあ入ってきて、まずすぐあれですね、バスルームが一つ、そうですね、あるんですね、はい、一つ目のバスルーム、一つ目のバスルーム、一つ目です、はい、はい、そして、はい、廊下を進んでいくと、はい、これはリビングルーム、そうです、ダイニングテーブルがあります、はい、
でスイートルームには必ずあのこういう、ウェットバーというんですけれども、はいはい、流しと、あとはあの電子レンジもついてます。電子レンジが入ってるんですね、はいはい、これルームサービス頼みたいですね。そうです ね、いいですよね。あとは、まあ、あのレストランとかで、ね、持ち帰りしたものをここで食べたりとかっていうのもありますよね。はい、それでここがリビングルームです、はい、リビングルーム、はい、くつろげますね。ここも海が目の前ですね。もう先ほどのオーシャンフロントの、はい、同じこの、ね、景色ですよ、はい、そしてリビングからこちらに、こちらがベッドルームですね。あ、ベッドルームですね、はい、おキングサイズベッドの、これあれじゃないですか、オーシャンフロントと先ほどのオーシャンビューの部屋のいいとこ取り。そうですね、ですよね、本当に、すごい海に囲まれてる感じですよね。囲まれてますね、はい、ってことはラナイが 1,2,3 個あるってことですよね、これね。そうです、こちらの部屋は、はい、めちゃくちゃいいですねこれ、はい、でさらにバスルームも、はい、あのこちらついてますので。なるほど、はい、あ、じゃああれですね、先ほど の入り口入ってすぐのところは例えばゲストがちょっと使ったりとかするから、こちらは宿泊者のね、そうです、方が使うマスターベッドルーム、マスターベッドルームで、はい、でまあ、先ほどのリビングルームにあったソファーも、うん、はい、あのベッドが、はい、あの中に折りたたんでありますから、泊まることもできちゃう、はい、泊まることもできます、はい、でこれで区切って部屋をっていうこともできちゃうってことですね。そうです、はい、いいですね。やっぱスイートさすがなのと、こちらこれはバスルーム、はい、あのきちんと浸かれるタイプのバスタブです、ね、すごいな、大きいですね、はい、で、ちゃんとシンクがしかも別々に分かれててね、はい、デュアルであります、はい、で奥がトイレですね、トイレがあって、はい、いやすごい、というかもうあのこのバスルーム自体が広いですよね。そうなんですよね、やっぱりそこが贅沢ですよね。贅沢ですよね、はい、いやこれはハネムーナーさんとかはやっぱ泊まったりされますよね、はい、そうですね、ハネムーナーさんですとか、うん、あとは、はい、あのお子様連れの、あのご夫婦がベッドルームでお子さんたちはソファーに入ってるベッドで、はい、ということですね。確かにそこでちゃんとプライバシーを守りながら、はい、そうですね、はい、いいですね。そうなんですよ、いやスイートいいな、これいかがですかこちら。いやいいんですかいいんですいや泊まりたいこれは、はい、はい、もうここぞという時に使わせていただきたいと思います。お待ちしてますよ、お待ちしてますいつになるか分かんないけどはい、ということでひとみさん、こちら大きなお部屋ですけど、これは何のお部屋なんでしょうか。こちらはですね、はい、青カルチャーセンターといいまして、青、はい、青というのがハワイアンの言葉で、うん、ハワイ語で、学ぶこと、そして共有することなんですね、はい、うん、こちらではハワイの歴史的な文化財、うん、ビショップミュージアムとか、あとは個人のコレクターからお貸し出しいただいている本当に貴重なものを、ホテル内のこちらのお部屋に展示されています。なるほど、はい、あ、じゃあこれはもう本当に その展示品ってことですよね。そうなんです。でも本当に貴重なので、夜になるとここの外にあのセキュリティの人が立ちます。そんなレベルなんですね、はい、すごい、このお部屋で、はい、じゃああの青学ぶということはここで何かを学べるということですよね。そうです、うん、で学んで、あとまあ共有してシェアしていただくっていうことで、うん、はい、あのここでは、まあ、もちろんこの歴史的展示物で、うん、勉強することもできますし、はい、あとはハワイアンカルチャー あのいろいろ体験レッスンっていうのをやっていまして、はい、で今からその先生を、はいはい、お呼びしたいと思います。お願いします、はい、アンティルアナです。アンティルアナ、アロハー。わー、なんか嬉しい、こういうの、はい、アロハー、アロハー、ナイスミーチュー。じゃあここであのレッスンは、例えば今レイかけていただいたんですけど、レイを作ったりもできる、はい、レイメイキング、はいはい、ありますし、アイメイキング、あ、これアンティが作ったんですって。これね、あの普通のオーキッドのレイの多分5倍ぐらいあるんですよね。これ長いですよ ね。でしかも香りもいいし、ちゃんと、うん、あのなんだろう、あのスカスカじゃなくて密に、ね、いやこれはすごい、なんかこんなレイ かけられたことないです素敵ですよですね、はい、でこういうレイメイキングもされてるのと、はい、あとどんなプログラムがあるんでしょうか。 What else do you have in this program? Well, hula lesson. お、フラレッスン、ね、You learn hula? Yes. Oh, yeah. So hula lesson.ウクレレです。ああ、ウクレレもやってる。Tonight, especially tonight. 例えば今夜だと、
何ですかこれ、カラオ。カラオっていうのはハワイで一番最初にできた楽器のようなもので、うん、はい、これでこうあの、まあ、なんていうんですかね、リズムリズムを取る、はい、はい、あ、できたぞ、なんかSo it's used in a chant. まあこれはあのちゃんとあの祈祷とかそういう時にもあの使われるということで、はい、毎週水曜日にですね、あのサンセットを讃えるそのちゃんとをやるんですけれども、Every other Wednesday。ああ、じゃあ2週間に1回、はい、ということですね。ですね。はいはいはい。そのいろんなあの違うプログラムをこちらの方で用意しても。本当にご宿泊のお客様だけがこちらご利用できるので、うん、あのそういった意味ではハワイアンカルチャーを少しでも体験して学びたいっていう方々がいらっしゃって、うん、はい、はい、一緒にやってます。なんかこんな大先生を前にして言うのもあれなんですけど、これはお金は必要なんですか、このカルチャーレッスンは。お泊まりのお客様は、はい、あの無料で、あ、無料で体験ができるんですね、はい、これプログラムとかっていうのはどこでチェックしたらいいんでしょうか。プログラム、今日何がやってるのかなっていうのは、はい、あ、それはあの、はい、フロントで、うん、あのお尋ねいただくか、うん、もしくは館内にあの電光掲示板というか、あの大きなスクリーンがありますので、そちらに映し出されていたりですとか、あとお部屋の中にも、うん、あの情報があったりします。あ、そうなんですね、はい、じゃあそれを見ながら、あ、今日はフラレッスンやってるなと思ったら、はい、3pm 3時、はい、ここに降りてきて、はい、もう予約はいらない。予約はなしです。なしで行けるんですね。はい、なんかこうアウトリガーのこうホテルに泊まる、なんかこうアロハが伝わってくる感じがします。そうですね。それが一番ホテルの、あのポリシーでもあるところですので、うん、やはりハワイに来ていただいたからにはハワイを感じていただかなければ意味がないですよね。うん、そうですね。はい。はい、ぜひあの皆さんもあのご宿泊の際はですね、先生に会いに来ていただければと思います。はい。アロハ。アリオリ。はい、ということで、ひとみさん、はい、もうこんな素敵なものが準備していただいてるんですけど、はい、こちらは新しくなったクラブラウンジですよね。そうです。ここはあの、はい、ボエジャー47クラブラウンジっていうんですけれども、うん、もう見ての通りロケーションが海の目の前です、ね、はい、この潮騒聞きながらビール飲めるなんて最高じゃないですか。そうなんですよ、はい、これは宿泊者の方が誰でも利用できるわけではないんですよね。そうなんですね、はい、あのクラブルームにお泊まりのお客様限定 の、うん、あのクラブラウンジになりますので、朝の朝食もこれはもうフルブレックファストといると思います、はい、とあとはあのカクテルタイム、はい、サンセットを見ながら、うん、カクテル飲み物、はい、あとはあのおつまみとかも、うん、あのありますので、はい、もうご覧いただいた通り十分な、もうお腹がすごいいっぱいになるような、いやいや、あれはもうその軽食の域を超えてましたよ、ね、あれ確実にそうなんですよ、お腹いっぱいになります。これ何時まで空いてるんですか、はい、ここはですね、朝6時半から9時半までが朝食の時間、はい、うん、で、カクテルタイムは4時半から6時半までです、うん、6時半まで。ぜひあのうちもね、あのクラブルームのお部屋販売してますからね、皆さんぜひ見てね、あのご検討いただければと思います。本当ね、はい、もう素晴らしいクラブラウンジですよね、本当ね、本当に、はい、今日は楽しんでください、はい、ありがとうございます、はい、じゃあ乾杯しますか、乾杯しましょうか、はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございます。ありがとうございます。